ある朝、僕は目が覚めるとブロッコリーになっていました。え、何この頭、かっこいいじゃん。僕はその瞬間、ブロッコリーとして生きていくことを決めました。別にハゲに悩んでるわけではなかったけど、このふさふさ頭がやけに気に入ってしまったのです。僕が自分の姿に喜んでいると、段ボールに詰められ車に乗せられました。どこに連れて行かれるのだろう。少し心配になったのですが、暗くて気持ちのいい車の揺れのせいか、僕は寝てしまいました。気づくと僕はとあるスーパーの野菜コーナーにいました。暑い夏の日にはとても涼しくて居心地のいい場所です。僕はすぐ気に入りました。通り過ぎていく人たちが僕のことをジロジロ見ています。きっと僕のこのふさふさの頭がかっこよくて見とれてるのだと思います。そんな時、一匹のウサギが近づいてきました。うん、これがいい。ウサギはそう言うと、僕をつかみカゴの中に入れました。とても優しそうなウサギで、なんだか昔からずっと一緒にいる友達みたいな感覚がありました。ウサギが連れてきてくれたのはウサギのお家でした。ここで何して遊ぶのかな。僕は心がウキウキして、余計に頭がふさふさになった気がしました。僕がウサギを見ていると、ウサギはお鍋に水を入れて火にかけました。あ、お風呂に入るのかな。そういえば僕もしばらくお風呂に入っていなかったことを思い出しました。しばらくするとお鍋から湯気が立ち上り、水がお湯になったようでした。するとウサギは僕をつかみ、おもむろにお鍋の中に僕を入れました。久しぶりのお風呂だ、気持ちいい。僕は天に昇るような気分になりました。不思議なことに、今まで楽しかった出来事が頭の中に映し出され、僕はなんだか眠くなってきました。目が閉じる前、最後に目に入ったのは優しそうなウサギの顔でした。ありがとう。なんでかよくわからないけど、僕はそうつぶやいていました。生まれ変わっても、たとえどんな姿であっても、僕はまたこのウサギに会いたいと思ったのでした。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後